どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回はですね、ガズの新しく作った新曲つってもみんなで歌うためのテーマ曲みたいなもんですけど、作りましたんで、ここに公開したいと思います。曲のタイトルいいですよ。ドン！ガズレレソング。そのままでございます。はい。これはですね、コード5個、入門コード5個でできる初心者様からベテランまで楽しめて、みんなで1個の曲を歌おう。このテーマのもとに、新しく作った曲なんですけど、ガズレレでも今までに CD とか、曲をいっぱい出してて、みんな同じようなテーマなんですけど、やっぱ今回はですね、やっぱ令和になったじゃないですか。そのやっぱ、時代が変わるときに、まあ、春だしね、そういう新規一点、新しい曲、またテーマ曲として設定しますんで、皆さん覚えて、いろんなところで歌いましょう。私と一緒に歌ったり、その皆さんのグループとか勝手にガズレレとか歌う。これはね、一個はみんなのテーマ曲にしていただいて、ガズレレソングですから曲のタイトルも覚えていきましょう。はい。で、今回はデモ演奏なんですけれども、かっこいいバージョンのみにします。で、注意点としては、いつもこのワンブロックに4回弾くのがガズレレの当たり前の楽譜の読み方なんですけど、今回はこのワンブロックに8回弾きです。はい。で、このワンブロック、今 C って書いてあるでしょ？初心者の方は、1、2、3、4、5、6、7、8って弾いてください。で、8ビートできる方は、このワンブロックに、1、2、3、4、1、2、3、4、こんな8ビートのチャでやってみようと思いますね。そこだけちょっとタイミングのね、測っといてください。はい。これマスターして、これ結構いいですよ。私もこの曲はね、作ろうと思って作ったらもうさっとできちゃった。ささっとできる曲がいい曲でございます。はい。やっぱ、のんきな、やっぱウクレレに合う、ちょっと南国チックな、ゆるい感じで楽しめればいいなと思います。子供から、大先輩まで一緒に歌える曲になっておりますので、ぜひ、一緒に楽しんで覚えてくださいね。ね、よろしくお願いします。では早速ですけど、演奏してみましょう。これを元に覚えていくわけですよ。皆さん、よろしいですか、準備は。はい。じゃあ、ガズレレソング、やってみます。
コナッツのフレーバー、ココナッツのプレイヤー、ここに集まって一緒に行こう。ワン、ツー、スリー、ガズレレレ、騒ごうよみんな一つ、ガズレレオリジナルソング、ガズレレソングやってみました。どうですか、これをですね作ってからずっと私は頭の中でこれ回っちゃってんですけどね、皆さんもぜひちょっとやってみてください。いつも言ってるんですが、歌詞をねイメージしながら覚えると覚えられると思います。で、一応ですけど、この動画もしかしたら初めて見てる方も中にはいらっしゃるかもしれません。そんな方、ここのリンク、ここのリンク先に行って、初心者レッスンはここをクリックしてください。そしたらどんどんできるようになりますからね。はいはい、それではいつものように、テロップと一緒にやった後は、このノートを確認して、これメモる、自分のでノート取る、ちょっとこの参考にしてくださいね。今回この書いてあるけどね、ワンブロック8回弾くってことになってますからね、ガズレレソング。はい。そのまんま。はい。で、ここで8回ですから、はい。ちょっとこれ、細かいですけど、一時停止でメモってってください。どうぞ。テロップを見て書いた方がもしかしたら早いかもしれませんが、まあ一応ね、こんな感じで書いてます。じゃあ次のところ。はい。はい。歌詞がね、やっぱスイスイね、出てくるときは出てくるんですよ。このなんか、なんていうのかな。まあまあそんなのんびり曲ですか。はい。こういうののんびりね、やっぱりね、もうただただ楽しく妄想しながら歌うのは気持ちがいいですからね。ぜひ皆さんもやってみてください。で、出てくるコードはここです。C、A マイナー、F、G7、C7 ですね。この、5つのコード。コード5個ですから、これは、はい、よかったです。で、この5つのコードは、これはまあもう入門コードですからね。まあ一応案内しておきましょうか。ガズレレ必須コードです。はい。ガズレレ必須コードっていうのは8個のコードのグループ。ウクレレで最優先に覚えた方がいい、便利なコードの8個のコードの中の5個ですから。はい。以前それを解説している動画はここに貼っておきます。コードは簡単コード。覚えてください。で、初心者の方は、例えば1行目ね。どこまで、こんな感じでいいですからね。続いてワンブロック8回弾いて、こんな感じで十分でございます。ちょっと弾ける方はダンチャッタスタキャッカチャシャッフルの8ビートのチャでいきましょう。はい、こちらの弾き方、以前濃厚に解説している動画ございます。はい、ここにリンクあるんですけど、このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろという私のホームページの1枚で、そこから8ビートのチャを探して練習してみてください。まあ、8ビートっていうリズムが軸になってるね。それとセットで覚えるのがおすすめでございます。さあ、この曲皆さん、新効果に制定したいと思います。これ、なんかガズレレなんかも集まったらこれ歌いましょう。だってガズレレソングですから。よろしくお願いします。これはですね、まあいろいろ今後のイベントでもこれね、テーマにしてちょっと練習して、これを実現、みんなで弾こうっていう、そういうね、ロジックもちょっと入れていこうかなと思います。コードは簡単ですからね。はい。歌。覚えて。皆さん一緒に歌いましょう。代々木公園でやる千人ガズレレもこれちょっと、あわよくば、皆さんやりませんか一緒にこれね。またその辺の情報はまた公開するんですけど、はい。よろしくお願いします。ウクレレ楽しいな。はい。オリジナル曲。ガズレレソングのご紹介でした。皆さん覚えてください。よろしくお願いします。ガズレレいろんなことやってます。本出したイベントもね、もう全国駆け巡ってますから。そんな最新情報、これからちょっとご案内動画、この後流しますんで、お時間ある方はご覧になってください。さあ、音楽楽しんでいきましょう。今日はどうもありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではさようなら。ご案内どうぞ。はい、そういうわけで、じゃあガズレレホームページ、ドン！ご覧になってください。ガズレレ .com でございます。ガズレレホームページにはいろいろ情報があるんですけど、ひとまずさらっと お伝えしますと、イベント情報あります。はい、こちらです。ドン！6月16日、沖縄那覇。6月30日は長野県長野市。7月は奈良に。はい。この時はですね、もういろいろ私の話、いい話聞いたり、皆さんの質問に答えたり、みんなでわーってやって、テーマを設けて何かに向かってみんなでやったりで、もう本当にね、盛りだくさんなイベントになっておりますので、もうお一人様でも大歓迎ですから、ぜひ来てください。6月16日の沖縄那覇、前日は、純駆動書店さんで、トークショー&サイン会、
ありますんで、もしご予定あったら6月15、16、2連チャンでディープに行きましょう。沖縄那覇よろしくお願いします。はい。で、あと東京都内ではこちらがあります。どーん、千人ガズレレアット代々木公園アースガーデンというエコロジーのイベントの、に参加させて、毎年、今年3回目になるんですけど、もうちょっとね、いろんなテーマを決めてみんなで1000人ぐらいで歌おうぜっていうので、もうちょっとしたらここの YouTube で公開しますんで、とにかく日付だけ開けといてください。7月6日の土曜日、真っ昼間でございます。準備しといてくださいよ。今、この YouTube でお題をね、出しますんでね、よろしくお願いします。あと、本とかいろいろ出してます。グッズもいろいろ出してますんで、最新情報はガズレレ .com、ここにリンク貼っておきますね。これ、ホームページチェックしてください。そのリンク先にはですね、ガズのブログも書いておりますんで、いいブログ書いてますから、はい。で、リットミュージックのあの100曲入りの歌本も、まあ、予約開始、5月30日はそうです。皆さん、盛りだくさんで音楽を楽しみましょう。やっぱりね、音楽聴くよりやろうが楽しい。よろしくお願いいたします。ガズレレでした。さよなら。